触手のような形状の鼻やボロボロの耳体から飛び出た骨などが特徴的な寄生虫によって変異したゾウですマクロファシキムケは危機に敏感な生物であり外敵の存在を察知すると皮膚の上に岩石のような物質を作り出して一時的に耐久性を向上させますまたマクロファシキムケは外敵に敏感に反応するだけでなく非常に強い凶暴性も有しているため周囲に生物がいる際には興奮して延々と暴れ続けます